M1、M2、M390mm 降車砲は、アメリカ合衆国にて、主要な大型降車砲ないし対戦車砲として、運用された火砲であり、著名なドイツ軍の 88mm 砲と似た、運用がなされた。この降車砲は、第二次世界大戦から1950年代に、死対空ミサイルに代替されるまでアメリカの主要な、対空兵器であった。戦車砲としては、 M36 ジャクソン駆逐戦車や M26 パーシング銃戦車、いくつかの対戦後の戦車にも用いられている。第二次世界大戦前、アメリカの主要対空航車砲は M19183 インチ砲であり、この後継の弾薬は同スケールの下方に広く用いられていた。類似の兵器がイギリスやソ連にも存在した。これは運用中に、 いくつかアップグレードが施されており、実験的な T8 及び T9 型が1930年代に開発され1930年代末に配備される予定であった。しかし、陸軍はこれではなくさらに効果的な兵器に関心を持つようになり、1938年6月9日に2種類の新型火砲の開発契約を発表した。それは、片方は、 人力装填にて高い行革を取らせることのできる、ギリギリの大きさである 90mm と、もう一つは装填補助装置を用いる 120mm で、ある。この新型は旧式の3インチの発展型である TQ3 インチ法より優れていると考えられ、こちらは1938年ちょうどに生産準備に入るところであったがキャンセルされた。1940年。 9 0トル砲の第二の発展型である T2 が m 1 9 0トル校舎砲として正式化されそのいとこは m 1 1 2 0ト、mm、ル校舎砲となった。数百の M1 が完成した頃、いくつかの改良が加えられた m 1 a 1 9 0ト、mm、ル砲が開発された。1940年後半に製造が開始され、1941年5月22日に、 正式化が認められた。この M1AA1 は砲がや砲尾のラマーに改良が加えられた結果、射撃速度が20発毎分に向上した。アメリカ参戦の頃には数千門が運用可能であり、M1A1 はアメリカ軍の標準的な対空砲として残りの戦争期間を戦い抜いた。月々の生産数はピーク時で数千門にも及んだ。 ドイツ軍の 88mm 砲やイギリス軍の QF3.7 インチ降車砲のように M1A1 は対戦車戦闘に直面したが他とは違い効果的な射撃ができなかった。1942年9月11日陸軍は対戦車任務を可能な新型の砲画の開発を命令した結果 M290mm 降車砲が完成した。 同砲の新型砲画は重度の不覚を取ることができ、また電動補助スキラマーも装備していた。展開する 90mm 砲、1945年、沖縄戦にて M7 射撃完成装置、1944年、この後射砲は通常は4門が連携して運用され、M7ICM9 後射式装置、または、ケリソン式装置に完成された。 レーダー完成は SCR-268 によるものが1941年に開始され一般化し、フォーと直接連動するには不十分であったが、光線中ずっと正確な距離を把握することができた。夜間においてはサーチライトが広域に光線を放ち目標を光にさらして、レーダーを補助することで昼間と同様に光線を続けられるようにする。 1944年にこのシステムは SCR-584 マイクロウェーブレーダーに更新され劇的に性能が向上した。これにより0.06度の精度と自動追尾機能を獲得した。SCR-584 によって方位、距離をベル研究所開発の M3 法データコンピューターと M9 完成装置に伝達し、 それを元に砲を目標に自動追尾させる。運用者は全員が砲画の上で作業する。試作型 90mm 対戦車砲走行、戦闘車両の手法として試作された T7 が M390mm 砲となった。死者は1943年初頭に M10 駆逐戦車を乗せ替えて行われた。この砲は M36 ソンや M26。 パーシング重戦車が装備した。マズルブレーキを備えた T14。初速を975メートル毎秒に増加させた T15。それを、さらに改良した T18。方針短縮を試みた T19。送輪車両に搭載する。 T21 やより大型の装薬を利用するために M101-105mm 榴弾砲の褒美を利用した T22 など M3 を元にしたいくつかの試作派生型が開発された。これら派生型はどれも正式採用されなかった。対戦後に T15 はより高初速でタングステン砲弾を発射可能な T54 として開発が続いた。この T54 は M47 および M48 パットン戦車、M56 スコーピオン対戦車自走砲などの主力装備となった。1940年に生産が開始された、後車砲、M8A1 バネ式ラマーが特徴。発射速度毎分20発、M290mm 砲、朝鮮戦争にて完全な対地対空両用砲として再設計された。 球団方式は改良され、M20 ラマー圏新幹自動調停装置が備えられた。これにより、射撃速度は毎分24発に向上した。また、重度の不覚を取らせることができるよう改良された。砲手を保護する大型の金属棒立ても装着する。1943年5月13日に正式化。移動体制から砲牙の展開まで3分。 完全射撃体制まで7分で可能である。1944年からは近接新艦も利用可能となった。対戦射砲型であり M36 や M26 に搭載された 90mmL53 としても知られる。ありがとうございます。